肉体労働ですが寝つきが悪いです。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、今日は質問いただいております。レインドロップさん2066、体を動かす仕事をさせてもらっているのですが寝つきが悪いようです。良い入眠方法ないですか？運動をすると眠りが良くなるということは私の動画でも言ってます。私の本の中にも書いてあります。有酸素運動をしっかりとすることによって睡眠が深まります。なぜ有酸素運動をすると睡眠が深まるかという一つの根拠は成長ホルモンが出るからですね。成長ホルモンというのは30分以上の有酸素運動で出ますので、皆さんがウォーキングとかジョギングとかをした場合30分以上連続でしないと成長ホルモンというのは出ないのです。だから45分とか1時間とかのまとめた運動した方がいいよってことを言ってるんですけども、汗をかくような、ね、運動強度を30分以上やると成長ホルモンっていうのが出ます。成長ホルモンっていうのは体の疲れを取るホルモンであり、睡眠を非常に深めるホルモンでもありますので、運動といっても軽い運動をちょろちょろっと一日の中で何回もやるっていうのは成長ホルモンがあんまり出ないんですよね。なので例えば肉体労働してる人とか体を動かすような仕事をしてるからといって睡眠にいいかどうかっていうのは別です。だからそういう人の場合はそれとはまた別にジムかなんかに行ってしっかりとワークアウトしたり汗を流すような運動を別個にやる必要があるのではないでしょうかっていうのが一点。もう一つはね、疲れてる状態だと筋肉が硬直してるというかこわばってるというかですね、そのまま寝てもですね休まらないわけですね。だから入浴するっていうことで筋肉を一旦ほぐしてあげるってことがとても重要ですね。ですから寝る2時間前ぐらいに入浴をすると、2時間後ぐらいに体内の温度がね、深部体温っていうのが1度ぐらい下がるので非常に深い睡眠に入れますよってことが言われたりしております。ということなので、普段から体を動かすような仕事をしても眠りが悪いという人はそれとは別にしっかりとした汗を流すような30分以上の運動というのを週に何回か入れていただきながら、普段の生活としては入浴、お風呂で筋肉をほぐし柔らかくしリラックスした状態で寝るということがおすすめなのでやっていただきたいなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。